気持ちいいだけじゃなくてきついんです。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はストレッチポールを使ったトレーニングを行っていきます。コンディショニングだけでなくトレーニングにも使えるストレッチポール、皆さん一緒に頑張りましょう。それではトレーニングを始めていきます。スタートポジションはまずストレッチポールの基本姿勢から始まっていきます。この状態から片方の足を前に伸ばし、対角線上にある手を横に肩の高さまで上げていきます。もう片方の手は頭の後ろでセットしてください。この状態からおへその上で肘と膝が合わせるように上体を起こしていきます。肘と膝が合うときに3秒間キープをしてください。それでは反対側も行っていきます。さっきとは逆の肘と膝を合わせていきます。バランスを取ろうとする力でお腹の筋肉を意識して、肘と膝を合わせるときに脇腹のお腹の力を意識しましょう。今日のポイント、バランスが取りにくいトレーニングはフォームが崩れやすくなります。ですのでしっかりフォームをマスターできるようにしましょう。今回のストレッチポールでクロスクランチがしんどいなと思った方は、このストレッチポールでなくてもこちらのハーフポール使っていただいても結構ですし、こちらでも少ししんどいなと思う方は基本のクロスクランチからマスターしてみてください。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今日ストレッチポール使ったトレーニング。ストレッチポールって結構リラックス、体をね緩める方ばっかりなんですけどね、結構やっぱりトレーニングもいろいろ使えるな、ね、再認識できましたね。本当気持ちだけじゃないというか、僕もこれ使ってよく寝る前とかやるんですけど。あ、やります。やりますね。本当気持ちいいんで、ね、睡眠の質が高くなるというか、うん、それは思いますね。ですよね。まあこういう気持ちいい系のストレッチポールの動画はまたね、いくつかまた紹介してますので、こちらに、はい、貼っておきます。気持ちいい系です。気持ちいい系、はい。まああとは今日ね、クロスクランチ、クロスクランチ、はい、腹筋の基本のキーですよね。うん、基本の動作なんで、そちらの方は、また、ね、ストレッチポールないバージョン、こちら、はい、待っておきます。まずこちらの方をしっかりマスターしてもらってから、はい、これが基本になります。これが基本になって、さらにストレッチポールを使っていく。そうですね、はい、マスターしていただいて、はい、さらにバランス取りにくいトレーニングといえば忘れちゃいけないのバランスボールなんかもありますので、まあ、それもね紹介してますので、よかったらぜひチャンネル登録してみてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。